在第三个小单元中，我们要一起学习如何用日语来表达某处有某物。来看一段小视频。あれ？これは何ですか？さあ、わかりません。中に何がありますか？鉛筆や消しゴムなどがあります。ボールペンもありますか？いいえ、ボールペンはありません。誰のですかね？大家看，在木下さん询问ようさん盒子里面有什么，以及ようさん作答的时候都用到了这个句型，表示某处有某物。が是格助词，提示存在的事物。否定时多用は来加强否定语气。另外，在视频中还出现了や、など的形式。や是并列助词，表示不分列举，并暗示其他，经常与など呼应使用。など是副助词，在这里有时也可以省略。それでは、私と一緒に例文を読みましょう。下面请屏幕前的各位同学跟我一起读例句。引き出しの中に携帯電話やノートなどがあります。引き出しの中に携帯電話やノートなどがあります。キャンパスに銀行がありますか？キャンパスに銀行がありますか？いいえ、銀行はありません。いいえ、銀行はありません。正門の横に何がありますか？正門の横に何がありますか？花や木があります。花や木があります。皆さん、わかりましたか？接下来，请屏幕前的各位同学跟我一起做练习，请大家根据自己的实际情况进行回答。准备好了吗？それでは練習しましょう。食堂の隣に何がありますか？部屋にテレビがありますか？学校のそばにデパートがありますか？